その状態からこの輪っかを膝をくぐらせているように上げていきます。嫌な予感です。あれこれはですね、本当はもっとこうなるはず。皆さんできる人はチャレンジしてみてください。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は腹筋トレーニング10選ということです ですね、武田小谷に10種目の腹筋をやっていただこうと思います。まあ、最初きついやつからいくということでアグローラーなんですが、アグローラー立ちころと膝ころに大きく分かれます。この場合ですね、立ちころができる人はまず立ちころをやる、でそれができなくなったら膝ころに移行するという感じで、立ちころからの膝ころ、それをまずやってみましょう。これひょっとしてこれで1種目ですか。これで1 10点のうちの1です。ここで大事なのは背中をこのように丸めながら戻してくるということです。しっかり伸ばして丸めていきます。もう一回やって、はい、じゃあもう一回前に行ってギリギリまで行ってから膝をつきます。はい、で戻してみましょう。こういう感じで最後にネガティブで膝転びる。はい、すぐ行きましょう。ここは膝ですか。すぐ膝転び、この場合も戻すときに背中を丸く、はい、ありがとうございます。このような感じで立ちころで最後にネガティブ、膝をついて膝ころに移動、このような感じでやっていただくと、もう1セットだけでかなり追い込むことができると思います。じゃあ次にですね、ちょっと変わった種目として腹筋と同時に腹圧を高めていくような種目をやってみたいと思います。膝はできるだけ深く曲げます。はい、この状態で手をこうします。でもうちょっと垂直に上げていく。はい、この状態からこの輪っかを膝をくぐらせているように上げていきます。嫌な予感です。これはなかなかきついですね。勢いつけて、せーの。ちょっときつい、届かない。手が短いのかな。じゃあこれをこう持ってやってみましょうか。なんか昔こんな芸人いませんでしたっけ。それで、これわかんないの。これちょっと休んで、ちょっと休んでからやってみましょう。はい、はい、それではインターバル取って仕切り直しやってみましょうか。あれこれはですね、本当はもっといきましょう。ポジションを通してこうなるはず。皆さんできる人はチャレンジしてみてください。大丈夫です。はい、腹筋トレーニング10点、まだ2個目なんですけれども、あと8個できそうでしょうか。行きましょう。じゃあ、まあこれはできたとまして、次はインクラインリバースクランチやってみましょう。きつい順ですね、先生。インクラインリバースクランチは膝を真上、こっちに上げるのではなくできるだけ上に上げていきます。あれ
こんなにできなかったですっけ。もうだいぶ消えちゃってるんですけど、だいぶ。今日ちょっと竹田さんの調子が悪いんですけれども、皆さんちょっと、インターバル取りますので、そのままお待ちになってください。先が長いな。はい、では十分休んで、もうできますということですので、それを信じて行ってみましょうか。しゃーくそ。どうですか。これで上がんなくなってきたら今度はこっちに上げていきます。そうそう、そういう感じですね。もう一回。はい、OK です。これで3つ、いや4つ目ですけれども、今度はハンギングレッグレイズやってみましょう。はい、この場合できるだけ腰を前に持ってくる感じ。膝伸ばしますか。膝はある程度伸ばした状態で上げていきます。そうです。しっかり下ろして伸ばしきってからいきます。次にボールクランチで、ずっと腹直筋やってきましたので、今度は外腹斜筋、内腹斜筋も狙ってボールクランチでツイスティング左右交互に入れていきます。では5種目目ボールクランチなんですけれども、このようにですね、腰よりも肩が高くなってしまうのはダメです。もう少し、ボールの上の方に座ります。はい、これがですね、大体腰の高さと肩の高さが同じぐらいになるようにした状態で、手を頭の後ろに組んで左右交互にひねりながら上げていきます。このようにですね、まあ、壁に足をついてもやり続けてください。このようにベンチに足を置いてもいいですし、壁に足を当ててもいいです。そうして行うことによって、足を床に下に下ろして行う場合に比べて、腰のここの腸腰筋を使わないで腹筋にダイレクトに使っていることができます。2回いきましょうか。はい、OK です。次はロシアンツイストなんですけれども、まずは普通にですね、足は床について仰向けになって、でこの状態でダンベルを持ちます。はい、この手は伸ばしたまま左右交互に持っていきましょう。これ止まるの大変そう。足はしっかり踏ん張って、これはちょっと分かんないで、何も間を持たないのでちょっとやってみましょうか。何も持たないでやっぱそうでしたね。このようなひねる系の動き、例えばゴルフですとか、あと野球とかにも役立ってくると思いますので、これで筋力鍛えたい場合には今のようにダンベルを持っておくようにしてみましょう。
はい、OK です。今のひねりが上半身の方を動かしたんですけれども、今度は下半身の方を動かしてみます。では床について足は伸ばして、足を左右交互にメトロノームのように動かしていきます。これが楽にできるようになったら、足の間にメディシンボールを挟んだりとかすると、さらに効果的になってきます。はい、OK です。今ずっと腹直筋と外腹斜筋、内腹斜筋やってきましたけれども、もうちょっと麻薬っぽい効かせる感じで、次はウィンドミルという種目をやってみましょう。次は巻き肩鍛えるということで、ウィンドミルやってみましょう。足を広く開きます。つま先外側で。で、片方の手を真上に上げてください。で、逆の手は真横に上げます。そしてこの真横に上げた指先を足首にタッチさせていきます。そして戻します。左手はずっと垂直のまま置きます。で、これで片方をやったら逆を同じように。という動きを覚えてからダンベルを持ってやってみましょう。丸めに。これは下ろすときにかなりここまで来ます。思ったより。見た目よりきついですからね。伝わんないんだろうな。もう一回、はい、はい、じゃあ逆方向に行きましょう。ここすごいですね。はい、OK です。これで8種目、ほとんど自重ですとかちょっとしたダンベルで行うものですけれども、残りはちょっと負荷をかけてやっていきたいと思います。次はスミスマシンを使いまして、ベンチをデクライムしていきます。こちらの足の方を高くして、頭が下がるデクラインにして、この状態でバーを上に持ち上げるというプランチをやってみましょう。これは肘を伸ばしたままできるだけ上まで上げていく。肩甲骨がちょっと浮くぐらいまで上げるようにしてください。じゃあ最後にアブベンチやってみましょう。このようにインクラインベンチとハイプービーを設定して、手はこう持ってきちゃう。この状態で前に倒れていきましょう。ちょっと軽くします。はい、
これも肩甲骨がちょっと浮くぐらいまで、ま、背中を丸めるようにしましょう。このようにですね、普通にインクラインベンチ使うだけでもいいんですけれども、ボールを使うとさらに効果的にやることができます。じゃあちょっとやってみましょうか。このようにベンチにボールを置いて、まあ、これは仕方ないので立ったまま、こうして体を反らした状態から丸めていきます。普通のボールクランチだとなかなか負荷をかけられない、体重以上の負荷がかけにくいんですけれども、こうしてやることでボールクランチで強い負荷をかけることができます。あと2回いきましょう。はい、おお、はい、こうして腹筋10種目行いました。感想はいかがでしょうか。いや、腹筋っていろいろできるんですね、トレーニング。でもバランスボールがやっぱりすごく使い勝手がいいんだなっていうのを再認識です。まあ、なかなかジムでここまでやってしまうと白い目で見られるかもしれませんけれども、まあ、もし無理なくできるような人がいたら、ぜひこのボールとウエイトを使ったクランチ試してみてください。今回は腹筋のトレーニング10点ということで、かなりきつかったと思いますけれども皆様の参考になったかと思います。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。